さあ皆さんどうもこんにちは、サムライちゃんのゲです。今日はですね3月8日です。なんと国際女性デー、この日はですねベトナムで、女性たちに感謝する日です。要するに、男性は女性に花をあげなければなりません。残念ながら僕にとっては3月8日は給料日じゃないので今日お金がありません。すみません、申し訳ないです。その代わりに、褒める言葉を女性たちに送りたいと思います。まあ日本にいる時毎年この日には何も感じられなかったんですけれども、もうベトナムへ帰ったということでこの義務を果たさなければなりません。さてどう褒めたら良いのでしょうか、紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いします。絵が綺麗だね。お、そのネイルかわいいね。そのバッグいいね。どこのバッグですか。センスいいよね。女性らしいね。足長いね。あ、君本当に優しいね。絶対モテるでしょ。あ、その髪型いいね。うん、その服の色似合うね。本当に君と一緒にいると落ち着くよ。声がかわいいね。うん、歌がうまいね。うん、誰かな、芸能人の徳田さんに似てるよね。字がうまいね。いい匂いがするね。性格いいね。好きだよ。肌ツルツルで綺麗だね。頑張り屋でかっこいいね。今日も仕事を頑張って偉いね。時々話していると安心する。肌白いね。やっぱり女性っていうのは大事な存在ですよね。感謝すべき、愛すべきという存在だと私は思います。ですから男性の皆さん、この日にはぜひ、たくさんの綺麗なお花、たくさんの綺麗な言葉を女性の皆さんに送りましょう。ではご清聴ありがとうございました。じゃあね。